WBC2023 超える大会出てくんのかな、日本目線で。マジでこれ以上ないんじゃないかと本気で思ってるんだけど。いや、もうきっと出てくるんだろうな、もっとすごい逸材が。100年後も続く大会であってほしいな。大谷さんならあれ以上のことをやってのけそう。でもあれ以上ってもう優勝決定、逆転サヨナラ、満塁ホームランぐらいしかなくね。本気になったアメリカクローザーカーショーからとか、そういう感じじゃない。ジャパンの公認監督どうだろうな、工藤さんかな。俺古田さんもちょっと見たいけどな、正直。戦力が揃った時の古田さんがどういう采配するのか見てみたいし、集められそうな気がする。人望ありそう。治療監督は俺ねえと思うな。この大会の後に誰も監督やりたくなさそうだけど、正直。ラミちゃんいいと思うよ俺。でもなんかドリームチームになるイメージはないな、正直。栗山さん続投もまあ、いや、一番丸い形はそれだと思うけど、栗山さんもうかわいそう、大変だよこれ以上。逆に栗山さん側がやるメリットがないと思うわ。匂わせてはいたけどね、再登板も。里崎さんこそやらなそうバッテリーコーチだったらやるかもだけど、侍の。でも年齢的にも古田さんとかちょうどいい気するけどな。オーンジャパン、ダルビッシュ選手兼任監督、大変すぎる。代表で選手兼任監督はやべえだろ。自分が監督になったら自分選出しなそうだしな、選手で。コーチ陣も他国みたいに豪華にしてほしい。いや、豪華である必要は正直ないと思うんだよな俺。結局コーチって、代表チームのコーチって別に教えることないから、もはやモチベーターみたいなところだと思うんだよね。あ、コーチャーとかは大事だと思うけどね。今回の侍ジャパンに唯一勝った経験があって、なおかつ侍ジャパンでもコーチ経験があって、NPB の監督経験もある人は唯一一人しかいないんですけど、なんで名前が上がらないんでしょうか。うまー、セカンド。たっちゃん。たっちゃん T シャツ使い回せるやんけ。縦波監督、清原さんコーチ。これやばいな。守備走塁コーチ、宮本慎也。打撃コーチ、清原和博。投手コーチ、野村弘樹。立浪ジャパン。でもちょっと響きありそうなんだよな、立浪ジャパン。